はい、どうもメンヘラおじさんです。まあ選挙も終わってですね、まあ喋れることはちょっとずつ増えてきたかなって感じなんですよね。維新が和歌山で取ったっていうことでですね、やっぱ自民党の、まあ、特に二階さんのお膝元でノーが出たっていうことはまあ一つなのかなと思ってるんですけど、他は全部取ったんですよね、自民党が。まあ野党が頼りないっていうのもあるんですけども、でも維新が取ったということは、だからまあ自民も野党もあかんというところの、まあ、受け皿になってるんだろうなというところと、まあ、これで、維新はだから大阪、和歌山、兵庫、奈良っていうふうに取ってきてるんで、もう関西の方を盤石にしていくんじゃねえのかなと思いますね。まあ、成果がちゃんと出てるかどうかっていうのはまだ全然わかんないですけどね。あとは、まあ、京都の共産党のところはどうなるかですよね。維新が入って、また大阪風とか市みたいに、大なたを震えるだけの、なんていうんですかね、余力といいますか、伸びしろはめちゃめちゃあるところなんで、1兆円近く、債務が溜まってるところをですね、大なた振るっていうのに、まあ、市民の反発もあるかもしれないですけども、まあ、そこで成果をまた出したらですね、維新が盤石になってくるんじゃないかなというところですね。はい、まあ、そんなところでございまして、まあ、今話そうと思ってたのはですね、まあ、貧困関係とか、まあ、雇用関係の話ですね。案件が溜まってるんですよ。月収15万、48歳の独身男性、ごちそうチキンラーメン、具なしの絶望感、ロスジェネス内、いいことなんか一度もなかったよっていうことで、厳冬者ですね。箕面さんがいる厳冬者がやってますというところで、まあ、氷河期世代で、お給料も全然もらってないような人たちっていうのは、まあ、いっぱいいるんだというところなんですね。で、この世代は、やっぱり、まあ、自己責任だっていうふうに言われても、捨てられた世代というふうに言われてますよね。結局のところは、いや、まあ言ったらその世代、まあ僕もだからその世代ギリギリ入るか入らんかなんですよね。で、まあ言ったら3年ぐらい、2007、8、9は一応就職採用は良かったんですけども、結局その2009の終わり、僕の内定終わった後に内定ギリ、リーマンショックがあって内定ギリがあって、で、その次の年から人入ってこなくなったんで、すげえひどい扱いを受けたりもしてたんですよね。っていうようなところで、まあ、この辺の世代ですよね。40代、僕でも39なんですけども、次で。そこで、まあ、インスタントラーメンがごちそうなんですわ、みたいなことを、なんか、まあ、いろいろ話してるというところなんですね。で、1日500円で、飯食ってます、みたいな。で、今、月収15万で経営作業の仕事してて、まあ、一生独身です、というようなところなんですと。で、まあ、正社員になれなかったので、まあ、非正規でですね、いろいろやってるということなんですね。はい。で、まあ、なんですかね、今、氷河期世代に救済乗り出してるけど、公務員でも20倍とか、そんな感じで、まあ言ったら、高齢になってきてるんで、今度は高齢の人はいらんで、みたいな感じになってきてるから、まあ、その世代でいけてる人たちは、そうやって、転職っていう形でいけるんでしょうけども、まあ、非正規になるとですね、なかなかその職歴がつかないっていうようなところもあるので、難しいというところなんですね。で、まあ、年金もですね、まあ、全然、言うたらないと。で、賃金構造基本統計調査ではですね、まあ、男性の正社員は、だいたい40万ぐらいもらうけども、非正規は、26万ぐらいですというところで、年収で 1.7 倍違いますというようなところなんですね。で、まあ、そういうところで、全然、変わってきました。障害賃金も1億円ぐらい変わりますと。で、年金も全然、足りませんというようなところなんで、そういうところでですね、まあ、ずっといいこともでなかったということで、まあ、これからどうしていこうかなって、まあ、いいことなんかなかったよっていうような話で終わってるんですけども、これを見捨てるっていうことはですね、老後無敵の人をめちゃめちゃ量産するってことになってて、まあ、大体800万人ぐらいいると、言われてるんですけども、不遇の世代、なおかつ非正規でっていう方で、少なくとも厚生年金入ってなかったら、そんな年6万円、まあ、国民年金も払ってらっしゃるか分かんないですけども、払ってたとしても年6万、あ、年じゃない、月6万とかでしょ、飯食えないっすよね、しかも賃貸とかやったら、家賃も払わなあかんし、まあ、田舎のいいところはね、実家から通ってる人も結構いるんで、家賃いらなかったりとか、その例えば、15万入ったら15万丸々使ってるんで、まあ、3万ぐらい家入れてっていうんであれば、子供部屋おじさんでですね、結構充実してできるんですけども、
ね、最近子供部屋おじさんにもそんな抵抗なくなってきましたしね、結婚ということを考えなければすごいこう経済的にはまあ、いい暮らし方だと思うんですよね。なので、そういった意味でですね、まあ、家がある人はいいんですけども、家もない非正規で、まあ、雇用不安ということが重なるとですね、途端に路頭に迷うっていうことになるっていうことを、もっとこう、危機感を持ってね、対策した方がいいと思うんですけども、なんかいかんせん、政治家がいけてないのでですね、そこら辺まで手が回ってないなというところですかね。で、まあ、別の記事でも話すんですけども、もう今人足らないっていうような状態になってて、人足らない言うてるけども、若くて、安くて、言うこと聞いてくれる子が欲しいんであって、本当に手を差し伸べてあげた方がいい氷河期世代にですね、全然手が差し伸べられてないっていうことがもう如実に出てるんで、だからそういうところもね、まあ言ったら分かり合えるというか、まあもちろんその、氷河期世代でもバリバリに資格とか取ってですね、バリバリ行けてる人もいるでしょうけども、みんながみんなそんな、こともなく、しかも高度経済成長期なんかそんなこと全くなかったじゃないですか。時代の流れに乗ってなんか淡々と働いておけばよかったのに、なんか氷河期世代ぐらいになって資格資格資格みたいな感じになって、でこの世代って結構頑張ってると思うんですよ。頑張ってるっていうのは、就職するためにも当然いろんなこと頑張ってるし、就職してからもリストラとかいろいろあるんで、まあ言うたら昇進試験もそうですし、いろいろ取らないかんな、みたいな感じで頑張ってはると思うんですよ。っていうところを、なんとか報うようにしないと、なんか頑張ってるけど何も得られへんみたいになって、60になって何も残らなかったっていう風になったらですね、暴れ出す可能性だって全然あると思うんで、おじさんたまたまその、言うたらまあ会社にぶら下がれてるんで、なんとかなってるのと、まあ、まがいなりにも資格僕40個ぐらい持ってるんで、まあ、なんていうかね、まあ死にかけた中でもですね、まあいろんなことを見返すために一生懸命頑張った結果なんですけども、それ一生懸命頑張ったって言ったらそれまでなんですけども、世の中そんな一生懸命頑張れる人もいないですし、特にまあ仕事でワーカーホリックじゃないですけども、仕事仕事でいっぱいになってたらそんなよそを見る余裕もないですし、それをその人の責任だっていうのはちょっとやっぱりか、まあ、かわいそうという言葉があれなのかわからないですけども、あまりにもちょっと自分任せと言いますかね、なんじゃないかなと。アメリカとかはまあそういう社会だけども、その代わりにちゃんと給料にバチンと反映されたりするじゃないですか。なんですけども、それが反映されずに、なんですかね、まあもちろんその努力をしてない可能性はゼロじゃないですよ。人間関係含めてね。なんですけども、いやそうじゃなくてというふうに思うんですよね。なので、そこのところをどうやって、言うたら拾い上げるとか、救い上げるとか、やっていくっていうのは一つかなというふうに思ってるんで、なんとかしてほしいところですよね、と思ってるところでございます。以上です。